元日本放送アナウンサーの深沢博夢さん死去、85歳、長島茂雄氏が追悼、取材者と選手を超えた親友弦、日本放送アナウンサーで、日本放送ショーアップナイターの実況で活躍した深沢博夢、深沢博史さんが8日、死去した、85歳、川崎市出身、同日放送された、ショーアップナイタープレイボールの番組内で発表された、 深沢さんは同学年の巨人、長島茂雄出身名誉監督、85とは現役時代から進行を深め、74年10月の引退試合の辞教を務めるなど、数々の名場面を辞教した。番組では、その中から、ショーアップナイターで深沢さんが辞教した、1988年6月15日のヤクルト、巨人戦で解説者に長島茂雄氏を迎え、 長島和茂が打席に入ったシーンでの辞況を放送した長島茂雄氏は番組に私の現役時代から近くで見守ってくれ講師ともに支えてくれた取材者と選手を超えた親友でした本当にショックですご冥福をお祈りいたしますとコメントを寄せたまた野球評論家の江本武則氏74と電話がつながっておりここしばらくは体の調子も良くなかったので 三週間前くらい電話いただきましたけど、あの人は自分が悪いのに人の心配ばかりしてて、それで電話をいただきましたが、それが最後になりました。僕は今年で解説40年ですけど、突然深沢さんに電話をもらって、日本放送で解説しないかと声をかけられて、40年間の人生のほとんどを深沢さんで支えられた。いろんな思い出もありますけど、一口では喋れない。 今の僕があるのは深沢さんのおかげと涙を流して振り返った。1936年、昭和11年生まれ、早大卒業後、58年に東北放送に入社。64年の東京五輪の際、スポーツアナウンサーを探していた日本放送に誘われ遺跡。以後、74年10月の巨人、長島茂雄の引退試合をはじめ70年代から90年代を中心に、 ショーアップナイターで自供穴として活躍。担当した試合は1600試合以上で、解説の関根純造さんとともに、ナイター中継のレジェンドと呼ばれた。野球だけでなく、ボクシングや中央競馬の自供も担当した。アナウンサー引退後は、新潟県民 FM 放送の東京支社長などを務めた。